はい、皆さんこんにちは、川本です。本日もですね、引き続き物産館美和375代表取締役でもあります片岡さんに今日も来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画ではですね、こういったジビエについて実は聞いていったんですけども、社長、実際にジビエの実際にこういった処理場とかっていうものを今持たれてると思うんですけども、最初からこういったものを作って実際に事業を展開しようと思ってたんですか？最初のうちはですね、宮で捕獲した鹿やイノシシをですね、隣のすでにできている処理場のところへ、お渡しして、そちらで、精肉していただいて、また、会社の方に戻してもらうという仕組みで、2年ぐらいですね、本当にまあジビエをやっていく中で、うまくいくんだろうかという不安がありましたので、まあ、野生のものですから安定して捕獲ができるのかなっていうところも不安でしたし、安定して商品が出るのかなっていう不安もありましたので、2年ぐらいそういった形で、実験をしました。やっぱりね、いきなり事業をやるってなったらすぐ不安ですよね。そうですね。だからやっぱテスト的な、テストマーケティングじゃないですけども、テストでしっかりと回していくことで、これうまくいくんかっていうのを実験した上で、これはいけると思って、じゃあ処理場を作ろうってなったってことですね。そうですね。実際に処理場を作るのって、ぶっちゃけで言うとどれぐらいかかるもんなんですか？そうですね、3000万ぐらいですね。マジですか？かかるということで、なかなかですね、自社で負担するというのは非常にリスクが高いというところだったんですけども、ちょうど県の事業でですね、未来塾というのがありまして、私1期生でいろいろこう勉強させていただいて、で最後のビジネスプランの発表でですね、これはグループの発表だったんですけど、最優秀賞をいただきまして、こちらからですね、水戸黄門の印籠のようにですね、認められたプランだということで、ちょうど三好市にある補助金がありましたので、そちらの方へ申請したところ、処理施設の建設費用の半分は補助していただけるようになりましてですね、それはありがたいですね。ある意味で言うと、でも県の後押しっていうのって、持っておくと全然違いますよね。そうですね、本当にそれがあったからですね、やっぱりプランとして、しっかりしたものができたと思います。やっぱり県の後押しとか、そういった印籠っていうものを、ある意味で資格として使いながらやっていくと、そういった行政側のプッシュというものを得られるということですね。で、実際にじゃあその処理場を作りましたとなったとき、最初の当初ってどうやって回してたんですか？従業員さんとかで最初いきなりこうボンってやってもですね、食肉とかそこなかなか回らないじゃないですか。そうですね、最初はやはりですね、売れ行きもそんなにいきなり売れるもんでもなかったものですから、ただ当社の場合はレストランとか売店とかも、こういう物産館美和375の施設もありましたので、そういった意味では兼任で、従業員兼任でやってきました。チームで一緒にこう回しながらやって、人件費とかもある程度抑えながらやってったということですね。で、実際に注文っていうところでいうと、どんぐらい最初はあったんですか？最初はですね、ネットで注文取っていただく会社と提携しまして、人間用については東京の飲食店の方に出すような形です。なるほどなるほど。飲食だったりとか、実際にその仲介の方がやっぱり入ることによって、結構売れ行きとかってどうなんですか？そうですね、注文を取りに営業することもいらないし、売掛金の回収もですね、スムーズにできますので、なるほど。初めてのお店でも安心して商品を出せるということですね。実際プロモーションっていう部分でいうと、どうやってやってたんですか？例えばホームページだったりとか、パンフレットとか、やっぱりそういうものがあることでいろいろやっていくと思うんですけども、それがですね、うちはですね、まだホームページもパンフレットもないような状態ですごいですね。その代わりですね、商品を一応一生懸命丁寧に作っているということで、口コミで広げて出たりというかですね、あとイベントによく出てますので、直接お客さんとお話をさせていただいて、その中で信頼を、感じてもらって購入に結びついているというところが多かったです。
やっぱ結構じゃあもう本当にどっちかっていうと商品の良さっていうところをしっかりと作っていくっていうところも原点でしっかりやって、ね、最初それを重点的にやりましたから、で実際にこういった物産館があったりとか、はい、そういったイベント出展を通じてお客さんとのこうコミュニケーションを重ねながらやっていったってこと、ね、はい、そうですね、はい、結構最初のこともちろん問題とかって出たりしなかったんですか、そういうのは。あまり問題はなかったんですけどね、ただまあ細かいところでいろいろ率直にお客さんの意見も聞けるので、うん、その辺はすぐにフィードバックして、うん、修正していったりとかですね、そういうふうにしてたので、なるほどね。やっぱでもそういったお客さんのコミュニケーションによって、まあ、例えばこう処理の仕方とかも変えていきながら品質向上させていくっていう、はい、なんか今やっぱり社長のお話を聞いてるとすごいなんかこうしっかり入念にテストされてますよね。そうですね、やっぱりテストはしっかりされた方がいいと思いますね。いきなりお金をドカンってかけるんじゃなくって、やっぱ僕ら起業家だったりとか経営者っていうものはしっかりとテストをして、はい、これならいけるっていうものに対してお金を投じたりとか人を投じたりしないとうまく回らないんじゃないかなっていうのをちょっと今のお話を聞いて学ばさせていただきました。はい、ということでぜひですね、見てる皆さんもですね、チャレンジするときはしっかりとテストしろよっていうことを、はい、やってお伝えしたいなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。